みんな集まってくれてありがとうございます。ちょっと今からちょっとね、特別なスペシャルな企画をしたって、それをみんなに発表したいので、みんなに集まってもらいました。見える？何のロゴ？普通に一般の人も買える商品で、聞いてください。で、後日ですね、 WIGO のスタッフによる商品開発説明会を実施します。なので、参加希望かな、デザイナーになりたいとか興味がある子はまず、LINE でエントリーする形になるので、皆さんこんにちは。こんにちは。嬉しい。ありがとうございます。はい。株式会社WIGOから来た三好と申します。皆さん初めまして。はい。びっくりした人。よかった。参加したいと思っている人。実は専門大学部で先生をやっている菊池先生という人がいるんですけど、その人が僕がですね、原宿のお店で店長やってる時に一緒に働いてた人なんですよ。で、それはまあ結構前なんですけど、菊池先生はここで先生やってて、僕は今WIGOの中で、こういう学校と一緒に取り組みしたりとか、そういうようなこともやってたりします。なので何か機会ありませんかっていうことでこういう話になって、実は去年からですね、菊池先生と中野さんと一緒に話を進めてきて、今日の発表にたどり着いたと、いうことになってます。さっきも話ありましたけど、WIGOの商品作っている人たちが来て、こういうふうにできてるんだよというのを説明してもらって、あとはみんなにデザイン、描いてもらって、でそれですごくいいものが、できたらですね、それを、こういうふうに商品化して、いきたいなと思います。その時には実際に WIGO の、本社に来てもらって、商品部の人とここを合わせるあそこを合わせるとか、そういうようないわゆる商談ですね、そういうものをやっていきながら、みんなと一緒にですね、スクールバッグを作っていきたいと、思ってますので、さっきのテンションでみんなたくさん応募してくれるとすごく僕らも嬉しいので、これからもみんなよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。多分ね、みんなこんな機会なかなかないと思うし、ブレアね、入ってきてちょっとね、学校とか来れなかった時期もあったけど、その分こういうのでチャンスがつかめると思うので、ぜひデザインできない子も多分大丈夫で助けてくれるから、だから興味がある子はもうとりあえず説明会に行こう。はい、一歩踏み出しましょう。はい、以上です。ということで、みんな今日はどうもありがとうございました。デザイン出してもらって、でその中で実は僕が選ばせてもらったんですね、一次審査、通過者というところで皆さんの作品を選ばせていただきました。はい、まずは皆さんおめでとうございます。はい、で、今日はですね、何をするのかというと、今ちょっと資料もお配りしておるんですけれども、一次審査通過した皆さんには、次に本ちゃんの、聖書、デザイン聖書して、出してくださいねというようなことになるんですけれども、その前に皆さんのデザインを見てですね、すごくなるほどとか、いいなとか、これいいアイディアだみたいな、そういうのがすごい多かったんですね。で僕らだったら絶対思いつかないようなこととかも多かったので、ぜひね、皆さんがですね、そういったことを一回、この場でちょっと共有させていただいて、お話しないで、
自分が作ってきた考えてきたアイデアに対してもし何かプラスしてさらに良くなるようなことが、聞けたとか、見つかったというのであればそれを踏まえた上で最後、最終形のデザインを、起こしてもらってでそれを提出してもらって最後どれが一番いいのかというのを決めていこうというふうになります。はい、実際に見ている中でもですねすごいいいアイデアがあったのでこのアイデアとこっちの人のこのデザインが、ね、一緒になったらよりいいというかもっといい奥になるのになと、そんなようなことも感じたりはしています。はい、なのでですね、もともと自分たちが考えてくれたあのアイデアをベースとしてデザインをベースとして、今日こんなアイデアがありましたよというのを皆さんにね知ってもらうのでそれを踏まえた上で、もう一回最後考えてもらって、なのでですねそんなに長い時間にはならないと思いますけども実際に記事とかまた持ってきているので例えばこんな感じでねとか、そういうようなお話をしながら、みんなと一緒にちょっとこうねああでもないこうでもないと、させていただければなというふうに思っています。始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回から約2ヶ月ですか2ヶ月経ったんですね。すっかり秋になったんですけど今回は一次審査通過者の皆さんに集まってもらいました。29人の方からも応募いただいて合わせて27点のデザインが集まりました。こちらメイさん、はい、はい、なんかどんな仕切り考えましたか？なんか展示型にしてで教科書を貼れるところと、はい、あとメイクポーチをなんか縦に立てるのと、うん、あとその他、うん、その他で。あメイクポーチ入れたい。メイクポーチなんか、うん、マジックテープで上が開くようにして、はい、下も取り外しができるようにする。あじゃあある意味でたらこういう風に取り外しで。メイクポーチが取り付けられるみたいな。ああ、いいですね。こんな感じでなんかちょっとこうスクールバッグなんで普段みんなが使ってて今言ったみたいにあペットボトルこっち寄せたいなとかメイクポーチここ取り付けたらいいなみたいなそういうの入れるとすごくより使いやすくなるのかなって思います。あと 2way 仕様そうすごいいいですよねそれ。リュックにもなるし、ショルダーにもなるっていう案が出ました。形とか思いついたし。で、なんか外にポケットがついてて、そのままピーって伸びるように。あ、このピーって伸びるように。ピーって伸びるようにして、それで終わったらポケットにしまえるみたいな。あ、だからぶら下がってるんじゃなくて、ポケットにちゃんとしまってるってことですか？なんかコインケースっていうかなんかポーチみたいなちっちゃいのついてるとあのリップとかそのまましまうと見失ったりしちゃうのでコインケースみたいなちっちゃいポーチに入れるとあのなくさなくて済むかなと思って書きました。コインだけじゃなくてそのちっちゃい自分のリップとかを入れたりするのにちっちゃいポーチができたいなと思います。透明なバッグが流行っててすごい多いんですけどなんか中身が可愛くないと入れるのにすごくなんか欲しいけど買えないみたいなちょっと抵抗があるからなんだろう結構ブレアって推しがいる子 K-POP が好きな子とかが多いのでなんかその入れれる場所とかがなんかちょうどいい感じにあったら使いやすいかなって。なんかその中に巾着袋そう、それいいですよね、セットね。なんかセットでつけたらいいかなって思うんですけど、うん、今ちょっとみんなに少しずつ紹介してもらったんですけど皆さん聞いてみて、あ、こんなのもあったんだとかあ、こんなのちょっと出してみようかな自分のデザインでなんかこうプラスアルファできるところあったら
貸してみてもいいかもしれない。はい、じゃあ皆さんこんにちは。先々週ぶりですかね、とまた、はい、来ました。で今日はですね、皆さんまあ、ご存知だと思うんですけれども、皆さんが、考えてくれたですね、スクールバッグの、デザイン、今週の水曜日が、最終の締め切りだったんですけれども、それをですね、僕たち選びましてですね、今日はその結果発表というので、皆さんに集まっていただいてます。なので今日の結果発表をしてですね、まあ、選ばれた方が1名なんですけども、その方のまあデザインのもとに、スクールバッグを作っていきますという日になります。かなり迷うというか選ぶのが難しかったというふうになっています。はい、最後ね、机の上にたくさんバッグとかが乗っかってというようなところで終わりましたけど、実際にウィゴーに来ていただいて、商品作るため の, サンプル確認とかね、皆さん見てもらったような生地のサンプルから選んでとか、そういうようなことを今後、やっていきますというところなのでですね、完成を、はい、皆さん楽しみにしてほしいなというふうに思います。で今回参加してくれた方は高校生、現役の高校生もたくさんいたので、よかったらね、できたものぜひ買って使ってもらえるといいのかななんて思ったりしますので、その時の楽しみにしていてください。はい、ということで、改めて宮沢さんおめでとうございました。嬉しいです。どれぐらい時間をかけましたか？どれぐらいだろう、うん、1時間、1時間か、もっとかな、1、2時間くらい。最後のやつは1、2時間くらいで、あ、でも一番初めの案を結構そのまま持ってきてくれたりっていうのもあったので、1、2時間くらいと思いますが、何かいただけますか？頑張ります。はい、ありがとうございました。終わりになりました。早いですけども、はい、終了となります。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。なんかほぼ大体イメージがついてるので、まず一つ目が、このショルダーベルトのチェックが、なんか3本つくのが、ちょっともしかしたら、ちょっと厳しいお値段で、あとなんか思った、私たちは思ってたので、例えば1個がチェックで、1個が無地とかでしたら、なんかだったらベーシックなのも使えるかもね。なんかその無地の時がいいんですけど、なんか遊びたい人みたいにして、なんかこう組み合わせて2本とかしたらどうかなって。ありがとうございます。ありです。はい、でちょチェックのテープが、イメージをくれようとか、どれでもいい。希望で言ったらどれ系、黄色系、青系。一番いいのは青。あ、青。ベースがネイビーで、でここがピンク。でここがネイビーですね。そうです。そうだよね。はい、なんかすごい想像した時になんかもう可愛いかなって。もうちょっとここら辺ではもうモードができてる感じがします。なんかみんなね、可愛い。ありがとうございます。そうだし、でもなんか形はなんか学校っていうかスクールにも感じするけど、でもなんかこう使用してるこの色合いとかピンクとネイビーとかが可愛くて、なんかオリジナリティがあるなって、いいなと思います。ありがとうございます。
で今回、スクールバッグのデザインコンテストは、受賞したというか、はい、優秀賞という感じで、はい、採用されましたが、今の気持ちをお聞かせください。嬉しいです。すごい嬉しいですよね、それは、ね。嬉しい、はい。どこが一番こだわったというか、あります？そのどういう思いで作ったかみたいなのをちょっと、まあ、簡単でいいんで。なんか自分が学生の時に欲しかった感じのをイメージしてブーウェイみたいな感じにしました。実家あります？ちなみに今その今はまだないです。まだそうですよね。はい、結構びっしり書きましたね。これあれですよね、企画書みたいな感じですよね。そうです。すごっ。これはこういう企画書はその自分なりに書いたんですか、それともなんかそのなんか参考にしてとかあるんですか？いや自分なりです。すごいっすね。一からじゃあもう白紙の状態でもう全部もうちゃんと丁寧に説明したりデザインで絵描いたりみたいな。はい、すごい。時間かかってください。ありがとうございます。以上です。この椅子でちょっとお待ちいただいていいですか？すいません、ちょっと呼んでいきますね。お願いします。あ、座って持ってください。ありがとうございます。楽しみです。緊張してる？いきなり喋れない。めっちゃ緊張してるじゃん。今日ちょっとできればいいかなと思います。何パターンかちょっと描いてみたので、ちょっとイメージがどんな感じかな。イメージ合ってる？うん。シャイが発揮して、ネイビーでここがクリアなバスケットでハートポーズ、これがグレーのショルダーの時とチェックしましょう。ここのメッシュのポケットの中にこのポーチをしまうと、こんな感じ。でもメッシュのポケットに厚みがないからこれを実際しまったらボコンって感じ。どっちがいいかね。クリアなポケットが縦長に見えるか、なんかこのバッグの幅と同じになるのか、うん、これがシルバーで、これがあの同色、ファスナーした場合だとこんな印象になるから、結構ファスナーの色でも印象変わるから、手つけてるのありましたけど、いつも最後です。背面がないから、なんか今この裏側って何にもついてない、うん、このイメージ、つなぐだけがここについてるっていう感じなんだけど、うん、なんかそれでいいか、うん、なんかさらにもう一個ここにこう、ここが全面ポケット平らな、つけるかとも考えた。これちょっとリサイクルだけしますか？うん、優しい。ちなみにこのスカートをこっちの方がおすすめはこっち。なんかこのコラージュ、これよく使ってて、この生地。メンズのリュックとかにも使ってて、実績がある。これはちょっと薄いかも。うん。あとは、なんかちょっとこういうなんかナイロンチックな。ちょっとこのツルツルしてる、こういうのもバスケカバーであるっけ？あー、今たまにある手持ち系だと、あー、うん。
お店の奥で。なるほど。はい。飾られると思う。そこら辺に飾られてるかもしれない。あ、そうそう、飾られてると思う。ここら辺とバックのコーナーに呼ばれるかもしれない。そうですね。ここに入るかもしれない。すごい楽しみ。作りたいものを作れそうですか、本当ですか、いい感じですか、えいい感じですか、いい感じです自分の思ってた通りだった。あ、そうです、遠慮はしてなかった、別にしてないすごいシャイを発見してたなるほど、じゃあ長野にも置かれるということで、うん、よかったですね、それは嬉しいです。親御さんにね買っといて地元の友達もぜひ、ね、じゃあ次はデザインがサンプル、またじゃあその時に会いましょう、はいしてもらってどうかなっていう、ちょっと横幅高さはもうこれがギリギリ な感じだから、うん、横幅はこれぐらいだったら まあまだ大丈夫かな、うん、こっちの方がいいですね、うん、メッシュのところとかそう、どっちなんかイメージとかそっちがもともとのデザイン、うん、忠実になってて、うんうん、本当にメッシュがピンクになってるか、ボディと同じネイビーになってるかの違い、うんうん、なんかパッと見、多分ピンク感が違う、そう、うん、ピンク感とか、こう明るさの印象とか、うん、そういうのがちょっと違うと思う。サイズと一緒で、こう見た目の印象的にメッシュのところのピンクの方がなんかこう明るいの、明るくいいのかななんて思って、うん、そっちに、うん、こう反映させてみたっていう感じ、うん、こっちの方が可愛い、うん、ね、なんか初めてこうやってデザインした、ね、ここまでできるってすごいなと思って、ね、感心してます可愛い、うん、可愛いです、うん、これがこの生地、こんな感じなの、はい、弁当箱、そうやお弁当箱、おー、すごいおー、ちょうどいい変われない、そうこの色と合わせて、こっちと合わせてポーチは違う色で、はい、ここがパープルになってもこれとこれは一緒の色、うん、どうしようか、はい、じゃあこれと同色ね、はい、はい、ございます、おはようございます、朝早いですね今日、はい、どうしたんですか、こんな朝早くからどうしたんですか、はい、撮影です何の撮影ですか、つくばのついにパンフレット、へえー、
マジですか、ついに感動っすね。どうすか、完成、あれも完成っすよね。完成です。どうすか、そのめっちゃいいです。最高っすか。いや、いいっすね。もう 100% 出し切りました。いや、そもそもより良かったです。結構かかりましたよね、でも ここまで。そうですね、もう何ヶ月目だろう、めっちゃ夏からやってた。あえ、じゃあもう大体もう4ヶ月ぐらい経つのか、もう 4,5 ヶ月経つのか。デザインしたの多分4月とか。あ、あ、じゃあもう半年かけてできたんですね。やっとですね。1個の商品作るのに結構やっぱ大変ですね。大変ですね。どうですか、実際にこう完成してみて。完成してみて、まあ、散々聞きましたけど。まあ改めてどうだったのかなっていうか。本当にいいものできて、想像より良かったし、頑張って良かったなってめっちゃ思います。え、これ店頭並ぶのはいつでしたっけ。3月か。Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. 並んでますね。並んでますね。でも売る時もあそこなんですかね。まだ決まってないのかな。すごっ。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。朝から寒い中。めっちゃ寒かった。やばかったですね。最初はもう顔もね、バカなった。ガクガク。実際になんかあれ、グレアの男子バッグって形で、まあ、全国で売られるそうなんですけど、実際に見てどうでしたか。なんか結構なんか紐とかまでちゃんと来られてて、すごい可愛いなって思いました。チェックの柄がめっちゃ、なんかポイントみたいな感じでめっちゃ可愛かった。よかった。実際に購入したいと思いましたか。はい、思います。すごい可愛いなって思うし、なんか結構物も入りそうだったので、使い勝手いいかなって思いました。ありがとうございます。あとじゃあいろいろ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。駅？